バトル中に切れたことはありますか？あります。どのバトルですか？多分一番切れたのは、ベヒーモスの、ベヒーモスのメンバーなのに、ベヒーモスのアニバーサリーで切れるっていうバトル中に。それが一番切れたバトルかな。多分定かではない。俺はなんかその切れたきっかけの空いてるジェスチャーとかあったんですか？切れたきっかけは3-on-3で、まあ、3対3でアンコモンとして出てて、でまあアンコモンって同い年の3人で組んでるチームだから、まずねこう頑張ってきてやってきたメンバーがこうバイトだっていう、まあ、パクリだみたいなことをアクションされてムカついて切れた。パクリじゃねえよっつって切れたのが多分一番切れたんじゃないかなっていう俺の記憶の中で。切れるとムーブは良くなりますか？あ、でもその時俺がムーブしたわけじゃないからね。うん、ただまあ切れてる状態でムーブすると多分ムーブは弱くなると思う。弱くなると思う。頭が働いてないから。うん、弱くなると思う。なんかよく言うじゃん、なんだっけ、頭は冷静で気持ちは熱いみたいな。 それが一番ベストだから、切れたら多分ダメだと思う、ムーブは。冷静な時の方がいい動き、いい動きができる、うん、かな。